今回は1日2時間しか起きていないというニートのイッチの話を紹介するよ。ニートは25歳。1日2時間しか起きてないんだが、気づいたら1日が終わってどんどん年を取ることに恐怖を感じてる。でも何もする気が起きないんを。1日2時間睡眠かと思ったら逆か。さ。食事以外に何してるか詳しく。まあ省エネでいいんやないか。飯は1日1食しか食べてない。マッマが作っておいてくれたおかずを家族が寝静まってから食べてるんを。なんかめちゃくちゃ寂しい生活してるな。でもニートだしな。家族の前では気配を消しておいた方が良いかも。もう諦めたのか顔を合わせなければ働けって言われないんだよ。でもすれ違ったりキッチンで遭遇したりすると仕事はって言われるんだよな。だから自然と親を避けて生活するようになった。トイレは戸建てで2階にあるから親がいない時か1階にいる時に行く。一生逃げ続ける人生でいいんか？それでも養ってくれてるだけマシだよな。で、飯以外には何してんの？飯の時間だけなら10分かそこそこだろ。風呂入ってんの？臭そうだけど。風呂っていうか夜中にシャワー浴びてる。湯船に浸かったのは最後はいつだったかな。大体の時間はベッドでごちゃん。それ以外の時間は寝とふり見たり。なるほどな。そんな生活で楽しい？君、何も成長してないで。このままニートで終わるわいに成長が必要か？寝るのが癖になって一日中眠くなってすぐ寝れる。かなり寝た後に起きると全然寝れない気がするんだけどさ。だらだら布団の上にいるとすぐに睡魔が襲ってくるわ。ワイもニートだけど毎日楽しくてあっという間だけどな。やることたくさんあるのに2時間はもったいない。それだけよくするの？それとも今日たまたま？イッチみたいな生活をするくらいなら丸の方がいいと思う。だよな。何も楽しいことがなさそう。最近曜日感覚がなくなってきたな。スレ立ては気が向いた時だけ。スレ立てした日はいつもより起きてることもある。でもまあぼーっとスレ見てる時の方が多いな。特に書き込むこともない。今日はたまたまや。親はどう思ってんだろうな。こんな子を持つとか地獄だろ。捨てるに捨てれないんじゃない？ニートが問題を起こすパターンもあるし、変に恨まれるかもしれないからな。ああ、それはあるかもしれん。一週間くらいならエッチのように寝て過ごすのもありかなと思うけどずっとは地獄だな。っていうか筋肉落ちない？寝てばっかりだと動けなくなるぞ。もともとそんなに体力なかったし、家の2階と1階を1日数回往復したり2階トイレに行くくらいでは衰えを感じない。まあいつも眠いから何かおかしいのかもしれないな。それうつかもしれないぞ。一度病院に行った方が良いかも。ニートの大半はうつだと思ってる。そうなんか？でもうつって診断されてどうってわけでもないだろ？手帳持ちで働かなくて良くなるなら考えるけどさ。診断に行くのが面倒、ワイの金なんてないし。親に言って金を出してもらえばいいだろ。それくらいはなんとかなりそう。どうやろ。親はもうとっくにイッチが鬱だと思ってたりして。ワイもニートだった時期があるけどやっぱり部屋に引きこもりすぎて日の光を浴びないとダメになった。だから散歩で良いから始めるんやで。イッチみたいな状態だとハロワに行かずに外に散歩に行くだけでもマッマが泣いて喜ぶかもな。ハードル低すぎない？5歳の子くらいやろ。近所に買い物に行って褒められるとか。ニートなんて5歳児以下やぞ。いっそ家事手伝いでもやれば？今から家事を覚えるんや。どうせ家事をやろうと思ってもマッマにあれこれダメ出しされるから嫌や。そんなにメンタル強くないし、毒親ってほどじゃないけど子供の頃は勉強とか厳しくされて中学くらいまでは成績が良かったんだけどな。もうダメや。大学中退したしお先真っ暗。大学中退した理由は？ゼミの教授と気が合わなかったんだよな。入りたかったゼミに抽選で落ちて不人気のゼミに入ったら教授との相性が最悪だったんを。それでだんだん嫌になってゼミの単位を落としてそのままズルズル。単位が全然取れていないのがパッパにバレて、真面目に通う気がないならやめろって言われてさ。そのまま辞めて今に至るんを。大学も出てないのかよ。大学中退って普通の高卒よりイメージ悪そう。中退したって申告する必要あるのか？普通に高卒って言えばよくない？確かにバレることはないかもな。そろそろワイは寝るやで。お休みの時間や。このくらいの時間になってくると自然に眠くなってくるわ。すれ立てから2時間すら経ってなくて草。お前、マジで人生を無駄にしてるよ。そんなに人生無駄ならワイに時間を分けてほしい。社畜で帰ったら遊ぶ時間がないやで。それわかるわ。ワイも欲しいもののために働いてるけど金は入ってくるのに欲しいものを買ったり遊んだりする時間がない。イッチ、マジで寝たのか？2時間はさすがに短いと思うんやが。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートは、最近すごく孤独を感じる。自分から話しかけに行かないと一向に話しかけてもらえない。そうだよな。ワイがいるやんけ。ギャグを言ってもいつもしらけて睨まれる。おかげで喋るのが怖くなってきた。インスタで遊べる人がいないか聞く。全員回答せず無視。
気軽に話しかけられる相手がいるだけマシだよね。甘えんなカス。最近気軽に話しかけれなくなってきた。相手がいるだけですげえんだよ。Y はどんなに話題用意したって、どんなにコミュ力つけたって相手がいねえからそこまでなんだよ。なんで相手がいないんや？ Y もスキニートだから。インスタで LINE 交換したい人がいないか聞く。全員回答せず無視。人と関わりを持つ必要あるか？周りの目が。孤独でも勉強も仕事もできたらかっこええよ。何もできない奴はダサいから頑張れ。確かに Y は何もできんな。これから頑張るか。自分から遊びに誘ってもほぼ断られる。神は君ですら愛してるよ。早く我らの輪に入りなさい。詳細。好きな宗教を選ぶのです。じゃ仏教で。別にいいけど仏教は孤独の道を突き進むようなところがあるで。今のは意味ぴったりやん。ちょっともう怖くなってきたわ。ギャグ線低いってどうすりゃいいんだよ。イマジナリーフレンドを作ろう。もう自分じゃどうにもできねえよ。人と会話が続かない。なんでなんや。人付き合いに疲れてきた。ぬいぐるみかえ。喋らん側からすると話しかけられると申し訳なくなるからやめてほしい。社交的な奴に話しかけに行ってる。決まるの刃の話題しとけば今は話せるやろ。見とらん。何か面白いこと言ってみ。とっさに何も思いつかないからワイはつまらないんやろな。自分のことしか話さへんやん。相手の方が距離感じてるで。いやそれはこういうスレやからや。でもそうかもしれんな。じゃあどうすればいいんや。質問攻めか。ワイは金がない。俺もや。バイト始めるしかないんかな。自己開示が苦手なんちゃうか。もう孤独を楽しめばいいんかな。一人は最高や。ノーマルでいいからな。インスタグラムのつながりってリアルの延長なん？もちろんリアルや。一致がそのグループのリーダー格やったら孤独感じるのは普通やで。どういうことや。先頭に立つとみんながついてきてくれないって敏感になってしまうんや。大抵が気のせいなんやけどな。何も喋らなければノーマルで済む。ノーマルで楽に何も考えず傷つかず好きなことだけ考えて生きればそれでいいのかもな。そこに気づいて生きるモチベーションなくなると積むで。満たされないわ。でも俺といるとみんな不快なのかもしれん。だからみんな話しかけに来ないんや。ネガティブに考えるなて。明るくいこ。でもそうとしか考えられん。もう Y はどうだっていいんや。嫌われているだなんてわかっているんや。 Y は全ての友情を切り捨てたで。一人で趣味の時間に費やした方が楽しいと知ったわ。やっぱそうだよな。孤独って最高なんだわ。 Y は本当は孤独が好きなんじゃないか。わかるで。自分から行かないと誰からも来ないんや。まあ男ならそういうやつ多いと思う。孤独とは不安であり自由でもある。自由でノーマルで気楽や。一致何歳やねん。ガキか。その点 J はスレに書き込めばレスなくてもコミュニケーション取れた気持ちになる。なんかガキっぽいし可愛い悩みやね。わきあいあいとしてる職場とかでも意外と仕事外はドライよな。奴ら寂しくないんかな。孤独が平気な奴は真の勝ち組や。40超えて孤独余裕ってなら認めたるわ。まあニートが孤独なのは仕方ないよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y ニート、本人確認書類がないからマイナンバーカードを作ろうとしたらそれにも本人確認が必要で済む。保険証しか持ってないんやが。いけるやん。誰も彼もが旅券や免許証持ってると思うなよ。クソが。それでいけなかったっけ。高校生の時に撮ったから写真付き必要だったか覚えてないわ。お前に身分が与えられてると思ってるのか。ほんまムカつく。保険証と印鑑証明でいけるやろ。それなら住民票の写しとかでええやろ。保険証あれば住民票取れるやろ。住民票と保険証でいけるよ。顔必要なん。住んでる人おるんやな。マッマ連れてくれば解決や。マッマがおらんとそもそも市役所に行けんし。お前の勝ちやね。住民票の取り方なんて知らんぞ。年金手帳探せ。保険証だけやと無理やない。Y のところは保険証だけやとあかん言われて通帳も出したわ。通帳でもいけるんか。まさか住民票の取り方わからないとかじゃないよな。わからんぞ。役所とかで取れる。住んでるし、住民票でググれ。住民票取れよ。免許以外で身分証明書言われるとマイナンバーカードぐらいか。保険証って顔写真付きとかいろいろあったような。そんなもん必要だったっけ。身分証は常時複数持ってないとあかんやろ。身分証再発行に身分証いるからな。一枚じゃハイリスクや。お墓つての Y、二個いるんよな。発行に最低でも本人確認の書類に種類がいる。だけど行政は法律で住居を持つ者全員に発行する義務があるから住所さえ証明できれば発行してくれる。はよ免許取りに行けよ。金はマッマに借りろ。ペーパーテストのみで原付より安い小型特殊免許おすすめやで。写真付きじゃなければ2点必要やろ。大体のことはそうだから覚えておくとええよ。住民票の取り方がわからないにすれ退会ろよ。住民票とか公共料金の支払い伝票みたいなのでええやろ。要は今どこに住んでるか証明できればええねん。住民票でいけるやろ役所やし。
保険証と通帳で行けるぞ。役所の受付にも聞けないようなコミュ障が身分証明書取っても何もできないだろ。スマホでちゃちゃっとだろ。住民票は申請に必要だけど発行には使わない。年金や保険証免許証などがないとダメ。免許あれば免許だけでいける？いけるで、免許は無敵の身分証明書やからな。こう考えると免許証最強やな。車乗る気ないけど身分証のために免許取ったわ。いい機会なんやから住民票の取り方くらい覚えればええやん。まあいらんけど。取り方覚えてマイナンバーカード作ったら取り方必要なくなるよな。わろた。通帳ってどの市区町村でもいけるか？調べても出てこない。そこまで苦労するなら保険証と公共料金、年金手帳、銀行のカードなど全部持っていけ。一番は住所記載あるもんがええで。通帳と年金手帳でいけた。役所の人間に相談すれば多分その2種類なくても複数書類で取れたやろ。住民票の取り方覚えたら、戸籍謄本も覚えられるしええやん。ちなみにマイナンバー記載のある住民票はダメや。住民票ならコンビニで取れるぞ。マイナンバーカードがあれば。青くてて草。マイナンバーカードどうやって作ったか忘れたわ。写真送っただけだったような。とくとと免許証取れ。原付か小型特殊のでいいから。免許取るにも住民票とかいるやろ。写真付き住基カードならいけんか。こうやってニートが積んでるスレ好き。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。お前らって親にどうやって育てられた？子供がニートになったら困るし。今度子供生まれるから反面教師にしたい。食べ物を与えられた。ゲーム禁止にされてたとか教えてや。ドリフは食べ物粗末にするから見るなって言われてたわ。親が何十人って時点で終わりやん。一切干渉してこなかったで。ちな高卒ニート。こういうのくれ。やだ。不幸自慢始めるで。ファミコン隠されてた。今はゲームアクズ。あと子供の前で喧嘩したらあかんで。結婚しなくなるで。スキンシップも多めにやるんやで。欲の制限はあんましない方がええみたいやな。虫歯になるからってガム禁止やった。母親か保護の父親放任。ちな、パッパの単身赴任以来家庭ギスギスだから気をつけた方がええな。共働きで勝手に育ってくれって感じにする予定。過保護は良くないといろんなところで聞く。勉強しろすら言われんかった。中高で10時までゲーセンいても怒られんレベルの放任主義やったけど、塾代とかは出してくれた。お前の現状を教えてくれ。公立小中高で今同志社や。高校は偏差値50やったから現状には大満足や。やるやん。よくやったで。一族初めての大卒や。塾とか習い事とか、とにかく金だけ払っておけば勝手に覚えていくやろと思われてた節はあった。今どうなん？超放任主義だったわ。金は全部出してくれたけど。あんまり干渉してこなかったが愛されてたのは感じる。現役休廷。小学校入る前に少しでも読み書き教えてもらいたかったわ。一応学校の授業は問題なくついていけたけど、もっとできたんじゃないかって思うわ。やっぱ過保護ほど育成失敗しとるな。過保護というか親の思想で染めようとしたらあかんと思うわ。自分で気づける材料だけ置いとくべき。これやね。放任にするのは年齢2桁になってからがええ。母過保護父放任。ワイフリーターから正社員、今無職。やられたらやり返せを実践したら牢屋行きや。親に教えられたことなんてない。どうやったらニートができるんかな？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方、母親か干渉、父親無関心のパターンで育ったやつ、ニートになりやすいらしい。わかる。ちょっと違うな。母親か干渉、大事な場面では無関心。父親無関心、気にしてはいる。やぞ。ワイの家庭かな。親のせいにするようなやつは大体どんな環境で育ってもニート。本当これ。誰かのせいにしたいだけやろ。母親か干渉。子供の選択肢を奪う、選択したものを尊重しないおせっかい。年取ったら父親が心配してくるパターンやん。わい定期。大半の家がそうやから別に言い訳にならんぞ。過干渉なくせにニートでいることは咎めない。選択肢与えてるようで全く与えてないパターン。大体そうやろ。親の頭良ければ過干渉でも問題ないんだよ。バカに過干渉されると精神壊れて積む。ほんとこれ。ニートってマジで存在するんか？周りの目とか気にならんのかね。勝手に生まれたお前が悪い。自己責任。大学選びも就職する業種も母親に、自由にお前の人生と言われてたのに、が選ぶと言乱文句言いよって、結局母親の納得する選択肢ばっか取ってるわ。多分結婚相手も就職先も全部母親の納得するもんやないとダメ。でもし失敗でもしたら、あなたが選んだ道でしょ？みたいに言いよるんよ。ほんまクズ。いやまあ失敗したらお前の選んだ道やろ。君結局それ失敗の責任を母親に押し付けてるだけやん。周りの目が気になるから働けないんやろ。外に出ることで空白期間を他人に見せたくないんや。これがよくある日本やばい。母無関心、父無関心で、母には Y が大丈夫なのか聞く。
みたいな感じやったわ。母親過干渉、ヒステリー。父親家庭無関心プロアスリート。遠征ばっかで家にいるのは年1ヶ月ぐらい。Y、不登校になりフリーターから無事底辺ブラック企業勤務。育ててもらっといて偉そうで草。親がいなかったら無んでたで。親がいなかったら生まれなかったんやで。ほいこれ、産んでもらっといて偉そうに言うなや。昭和平成のリーマンと専業主婦の家庭は大体こうなる。Y も母親に従って早計決定地元駅弁から地元県庁や。まあ特に後悔してないんやけど。Y は就職はさすがに親の言うこと聞いたら後悔するなって思って自分の好きなところにしたで。同じく。Y とこやん。ニートちゃうけど。Y の家無関心通り越してたわ。家族で旅行したこと一度もなし。家族で外食したことも一度もなし。誕生日プレゼントも小学校からなし。お小遣いは高校からなし。両親共働きで毎月40万くらい収入あったけど父親が全部ギャンブルに使ってた。マクマは学校のテストは全教科100点じゃないと怒って98点を取ると、この低能が、この落語者が、などと罵倒しながら歯を何本も折り風呂に何度も沈める。パッパは、お前なんかいらなかったんだよ、が口癖。会話は一切なし。Y は中学に入る頃には勉強が完全にトラウマになり通知表はほぼ一度に、そのまま高卒ニート。なぜなのか。マジではいやん。ニートちゃうけど。大げさに言うと殴られて育った方が子供にとっていいんだろうな。甘やかすといいことなんて何もない。Y やん。子同士やけど。Y はパッパおらんでマッマ放任主義やったわ。過干渉を素直に受け入れるタイプは主体性が育ちにくいからな。多少険悪になっても勝手に決めんなと言えるタイプの方が自立できる。母親過干渉、父親過干渉。息子娘がニートになるかどうかはそいつの素質と育ちだろうな。メンヘラとか発達症丸なら一気にハードル上がるし。親そんな感じだったけどニートにならなかったわ。弟は落ちこぼれてニートになったけど。言うまでもなく彼女いない歴が年齢だし結婚願望もないわ。ガチっぽいのが結構いてくさ。Y、外雪積もってて自転車で学校行くの怖い、パッパ、ほな歩いて行けや、妹、雪怖いから車で送ってほしい、パッパ、ほい、行こか。こういうのが至るところであって性格歪んだ。妹おるやつはわかると思うわ。女の子を二人欲しかったんやろな。親のせい親のせい。Y ずっとボタンをマッマにやってもらってたから中学で制服になるまでボタン自分で止められなかったで。木の上に立ってみるのが親だぞ。Y の家すれたいみたいな家やけど勝手に勉強して勝手に進路決めて大学行って勝手に医者になったで。自分次第やん。ほんこれ、成功してるやつはいる。ぶっちゃけ親から生まれてくるわけやから DNA や、大体子供は親に似とる。逃げるな。ほんま陰キャが子供作ったわあかんわ。お前ら親の交友関係どんなんかわかるか？父親いない母親ほぼ本人の Y も今じゃ立派な会社員や。関係ないけど、飯食う時に勝手に入れてくる母親にめっちゃ腹立ってたんやけど Y だけなんか？ただの反抗期やろ。というか、みんなそうやろ。Y らがダメなのは Y らの責任や。嫌いなもん先に全部食ったらめっちゃ怒る母親やった。食事が苦痛やった。医者の息子は医者かニートになる。間違いない。逐一どこにいるか聞いてくるのはだるい。高校生で門限21時とかあるんか？親だってゴミが生まれると分かってたら産まんわ。何被害者ずらしとんねん。せめて産む側に性別だけでも選ばせてほしい。大抵ニートは男だもんな。男なんていらん。わいやんけ。大学受験まではベタベタやったのに就活の時はほんま一切干渉してこんかった。習い事や勉強を強制して辛さ、面倒さ、面白くなさを嫌というほどに植え付けた後に放置。無能を自覚してるくせに直さないのはなんで？いやそら本当にどうにもならん親で育ったせいでニートになる奴は一定数おるよ。でもすれたいみたいな家庭環境なんてよくあるしそれでニートになるとか一般論みたいに言われても疑問だわ。わかる。血液型占いみたいや。父親の無関心ってなんなんやろな？子供とかどうでもいいもんなんか？Y には考えがわからん。人格形成がどういう風に作られていくか理解できてない。まあペット感覚やろ子供が。Y やんか。一人っ子で母親か干渉やった。大人になってから色々苦労したよ。今34だけど29の時に発達症丸だと分かったことで楽になった。発達症丸だったからこそ親が心配で過干渉になるのはあると思う。Y がそれ。似た感じやけどどうやって暮らしてるんや。一人暮らしやぞ。施設行きながら総合職で働いてる。Y はコミュ能力は問題ないから働けてる。偉いなぁ。大体結婚してるのは親がまともなとこやしな。じゃあなんでこいつらはいるんや？まともな親なはずやけど。時代やろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。